だから猫じゃらしはやめてって言ったのに。好きじゃない。うん。ここ見たことなの。遠い遠い昔、世界の色があせ、星空が消える場所から最も離れた古い森の中を小さな旅人が歩いていた。旅人は画家だった。伝説の改正者を探し求める彼女はこれから不思議な旅に出る。その時の彼女はまだ知らなかった。定められし出会いがすでに彼女のそばまでやってきていることを。姫。
私の色に染めてあげる。ま、私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。ここ、見たことのない。
出発するの？足が汚れてる。靴を履いて、thank you.
湯に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。言う通り、まだ負けを認める時じゃない。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。言う通り、まだ負けを認める時じゃない。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。ナイトさんの言う通り、まだ負けを認める時じゃない。
てあげる。ま、ちょっと違うかも。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。ナイトさんの言う通り、まだ負けを認める時じゃない。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。ナイトさんの言う通り、まだ負けを認める時じゃない。Thank you.
私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。ナイトさんの言う通り、まだ負けを認める時じゃない。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。
私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。ナイトさんの言う通り、まだ負けを認める時じゃない。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。
ナイトさんの言う通り、まだ負けを認める時じゃない。私の色に染めてあげる。
私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。Thank you.
新しいアイデアが。わ、見て、私たちの色、ここに残ってるよ。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。Thank you.
you.